18ですね。18、はい、は郷土料理屋ですね。高知県のお店で、本当は日本料理専攻だったんですけど、就職の時に日本料理で採用をもらったはずなのに、事例が出たら土佐料理店だったっていうだけの話です。いや、おすすめの料理っていうのはとりあえずこれっていうものはないんですけど、うちの料理に関しては料理名を決めてから食材を選ぶんではないので、食材がある日の料理名になってくるので、この時期のこれっていうのはもう旬でしかないですね。その時旬なものをそれなりにっていう感じですね。それよく聞かれるんですけど、料理が好きだったかって言われるとそうでもないと思います。ただなんていうのかな、料理を作って喜んでもらえるのは好きですよ。作る時のこだわり、美味しく美しく丁寧に、いや普通にたまたま同じ職場同じ店舗で働くことになって、それで知り合ってですね、で元々お店を出そうと思って料理人になってたので、でまあまあいい機会だし帰るけどどうするって言ったらついてくるって言って結婚になりましたね。一人でやって。気に入らないとこならあります。あ、今気に入るところの質問です。気に入らないところはあるかもしれない。店舗の時はそれなりに、あの別は別なので、そこまでがっつり知ることはない。だからちゃんと仕事をする人なんだなって、真面目な人なんだなっていうのが、この店舗になったら真面目すぎる、堅物すぎる、融通が効かないという、そういう感じです。合わないな。合わないかもなと思いますけど、でもあの一番初め俺はこっちは好印象ですから、別に合わないなとかいうのはこっちの印象なんで、俺は別にないので、あ、真面目な人なんだ、ちゃんとした人なんだな、自立した女性なんだなと思ったの。自立してなかったんです。そう、あの本当に世間知らずで、ありがとうございます。